ファスティリアスの覚え方。ファスティリアスはパスタン頻度 C ですけど、 SVL レベル12ですけど、そして今夜中の1時41分ですけど、もうなんなん、なんでこんな毎日こんなもう夜中まで起きてやんないときなわけ。もう今日はもうそのまま寝ようと思ったけど、これわざわざ作ってね、もう再生されないのに、もう推測してみて、もう、まあ、パスタ頻度 C ですからね。もうパスタに乗ってるような単語はもう落としたらうんちですよ、うんち。どうせ再生されないのに今日もドブさらいしますか。もう、The fastidious approach、ね、taken to combat the outbreak って書いてありますけど、うん、だね、mistakenly believe Japan is populated with clean fastidious people、うん、なんですか mistaken believe ですから、綺麗でファスティディアスな人々だと何誤解されてるみたいなこと、あるいは、careful or fastidious だからね、うん、じゃあ careful と似たような意味かなっつって、うん、もうこれはこれで分かんなかった人はもう帰った方がいいね、うん、美容男子、fastidious about her hairstyle and skin っつってね、何あの美容男子っていうのに気持ち悪い言葉なんなんあれ、ああいう美容男子がね、何なのヘアスタイルとか、肌に何なのファスティディアスって、うん、もうこれとかもそのまんまよ、うん、appeal to fastidious people with 潔癖症つって、じゃあ潔癖なんだよあ、もう言っちゃった、もう言っちゃったよ、もうどうせ再生されないのに、もうどうやったら伸びんの、もう何コメント書いてって言えばいいのコメント書いてよって言えばいいの、うん、それで誰かしらがコメント書いてくれると何おすすめに乗りやすくなったりすんの、絶対無理でしょそんなね。そもそもおすすめに乗るような動画じゃないですから、はっきり言ってもうプロ向けなんだもんこれ。だってあなたの YouTube のおすすめにね、うん、ラテン語がどうのこうのとか出る、古英語がどうのこうのとか出る、うん、もうそのレベルだもんだってね。もうどうせあなた方のおすすめに出るのは何、無職の動画、あのただ振りの動画、それと何、飯食い姉ちゃんのあの世界一のユケの動画、それから柴犬の動画だろうもうそんな人と戦うの無理だよ。もうファスティディアスで潔癖なとか好みのうるさいとか気難しいとか口うるさいみたいなね、こういう風に使ってます。Language early on. My dad was fastidious speaker of English. He was very careful to. He said, "Well, this is correct and that's incorrect and so on." Maybe that. Everything about him is fastidious and courtly. When I was a kid, I was fastidious about my attire. Place. It's almost like somebody who's fastidious about their clothing. Fastidious arrangement of objects or walking in predetermined patterns. Have his.Kind of fastidious attention to detail, and over about a decade. And the devil is in the details. It requires fastidious oversight to make sure the relief arrives quickly. Who was always very polite, very fastidious, and a very clean little fellow. Gogen ちゃん見ますか？ Gogen ちゃん、Gogen ってなんとかなるかもしれないもんね。じゃあ Gogen ちゃん見てみましょうってやると思った？やると思ってね、お前。前やって引っかかってね、お前、おい。大体ね、ドア玉の CM2 本ぐらい見ただけでね、そんなにすぐ語源やら覚え方を教えてくれると思うなよ、お前。金払いの良さそうな、スタサプの CM まで、3、2、1。スタサプの CM、どうせ流れてないでしょ。もう、なんかやんなっちゃうよ、もう。じゃあ語源見よう。クソの役にも立たないね。なんなん、これ。これを見てね、これを見てどうしろっつうんだよね。うん、この何？この引用速語のこのブハーみたいなと、ティディアムのティディアムがくっついて、っつって。もうこんな語源なんか見せたところでどうせ再生されねえんだろ、もう。覚え方こう。A fastidious man would not think he's fastidious。潔癖な人なら、絶食を退屈だと思わないだろうな。つまんない。ほんと、絶食ってつまんないな。でも、潔癖な人なら、絶食を退屈だと思わないだろうな。A fastidious man would not think his fast tedious.
A fastidious man would not think his fast tedious. A fastidious man would not think his fast tedious. A fastidious man would not think his fast tedious. A fastidious man would not think his fast tedious. A fastidious man would not think his fast tedious. まあそれそうだよね。だってね、だって潔癖な人が自分から絶食しようっつって絶食したらね、いやお前何寝てんだとかね、ちゃんとピシッと正座しろとかね、お前クッション使うんじゃねえとかね、そういうふうに言うでしょう。潔癖な人なんだからね。ていうかちゃんとありがたみを持って絶食しろとかね、口うるさい人はそういうふうに言うよね。けど俺はそうじゃないしなーつって、暇だよなーつってね、YouTube の登録者数も伸びねえしなーつって、ていうか登録者数っていうかもう再生数自体伸びねえしなーつって思ってるよ、なんで再生されないのに絶食しなきゃいけないんだろうとか思ってるよねきっとね、でもこれはね、なかなかうまくできてない。 Fast tedious Think he's fast tedious、まあ別にあ fastidious man、would not say fast is tedious でもいいけどね、けど think OCK にすることによってね、fast と tedious を無理やりつなげることができるっつってね、まあ惜しむらくは fast って言ったらやっぱり早いとかね、素早いとかね、そっち系の fast 使いたいなと思うんだけど、その fast とこの tedious はね、なかなかきついね、そして tedious を知らないような女子供はねやり直し英語塾でも見てろっつってな、そんなティーディアスの意味も知らないのにね、もう今すぐ消してお前やり直し英語塾なんか見ろっつってね、もう何これ72,600人だって、もうびっくりだよねこれね、もうなんだこのキッズ向けのなんかもうなんかね、キッズ向けのなんか可愛いっつってクリックするんですかキッズがね、女子供が、もうなんなんこれ、もうなんか俺こういうの見るとね、なんかガキのおもりしてんなとか思っちゃうもんねえ、そういうの良くないね、俺もこういう風に俺もこういう風にこうポップな感じでやった方がいいのかね、あちなみに皆さんが大好きな学のあるネイティブちゃんがどうやって強引に覚えてるか教えてあげましょうか、たまにはね、でもその前にねちゃんとね皆さんねお祈りしましょう天に増します我らのグーグルよっつって願わくは俺の動画に CM の2本目をあがめさせたまえプシュ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 スタサブの CM 出たスタサブの CM もう頼むから出てくれ、もうほらね、みんな大好き学のあるネイティブちゃんが、She was very fastidious and made sure that all coursesShe delivered to her customers for sparkling clean って書いてありますけど、どこがファスティディアスかけてんのとか思ったら、この絵のちっちゃくここファスタンドタイディークリーナースっつってね、もう文考えられないからってお前ここでごまかすっていうね、俺のと比べてみてよこれ、こっち学のあるネイティブちゃんが作ってんですよ一生懸命、ああ無理だなきついわっつってここでごまかしてるのにもかかわらず俺の動画なんかねちゃんとねファスティディアスでねちゃんとできてるじゃないですか、もう金くれよもう、お前人によっちゃお前入会金2万取ってお前でパスタン覚えられるようにしますっつって7万2千取ってんだぞボケっつってね、じゃあそういう人がいるんだったらね、これ金くれよだよね、はあ、俺もな、なんか登録者が捨てハゲみたいな、なんか20万人ぐらいいればね、こう言えばなんか送られてくんでしょ？ Amazon から欲しいものリストで。いいよな。捨てハゲな。もう、レブアンこれ見といてよ、もう一回。もしくはね、面白い検索の仕方としてはね、こうだね。ディズニーとファスティディアスは一緒に使われないだろうとか思ってたら、こんなに使われちゃってるね。ちょっともう読んでみて自分で、一時停止して、ディズニーとファスティディアスなんてどういう文っつったらね結構出てくるっていうね、まあね分からなくもないでしょ、Mr. Disney was fastidious with every detail in those early cartoons つってね、まあ完璧を求めてね、あれこれやったんじゃないの、ここが違うだろうね、ここはもっとこうした方がいいとかね、あるいはディズニーズファスティディアスアバウトセーフティとかね、まあ安全に気遣うんじゃないですかすごい、
would be very unlikely at Disney because they are fastidious about maintenance. ああ、やっぱ安全に気遣うんじゃないですか、これもね。うん、あるようなんだ。うん、fastidious work that Disney and his team were engaged in とかね。うん、fastidious Walt Disney's attention とかね。うん、ああ、そういう風に使うのね、つって。もうこんな例文の検索の仕方を教えてくれるような何英語マウント系 YouTuber いた？あー、いないでしょ？巷の英語マウント系 YouTuber はもうすぐなんかもう資格掲げて、やれ連続なんちゃら合格だの？やれ満点合格だの？やれ3ヶ月だの？もうなんだ？もう隙あらば一気に散らしてくるよな、ああいうマウント系YouTuber ってな。とね。A fastidious man would not think his fast tedious. A fastidious man would not think his fast tedious. A fastidious man would not think his fast tedious. 概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。